久保さん確かに EV カー出てないっすね <laughs> EV カー出てないっすねちょテスラ雪とかあなんかね個人の人がアップしてたなテスラ雪はい、はい、あやっぱ個人の人ちょっとアップしてる人ちょっと出てきたかもしれないですね <laughs> うん、いやでもきついっすよね。確かに。確かにきつい。あ、でもこういう報道ありましたよ、久保さん。あの、なんか昨日見たんですけど、なんかその、まあガソリン車ですね。ガソリン車で、その、亡くなっちゃったみたいなんですけど、要はガソリンで、まあ止まってたと。で、暖房かけてたと。で、なんかその、 マフラーに雪が詰まっちゃったなんかして、で、室内にね、空気が充満して、なんか、なんか、なんかね、二酸化炭素かなで、亡くなっちゃった女性の方いらっしゃるら,らしいんですけど、それは報道されてましたね。うん。だからまあ、情報操作怖いっすね <laughs>。まあ EV をね、普及。 なぜね EV を普及させたいのかっていうねまあトヨタつぶしもあるでしょうね <laughs>、うん、やっぱ日本しだからその海外に行って日本ねなんですか自国の国の車を売った方が税金入ってくるわけじゃないですか <laughs> ね 自国の会社の売り上げが,が上がれば上がるほど税金入ってきますんででもそれがね日本車がいっぱい並んでるとねあんまり気持ちよくはないですよね <laughs> <laughs> そうだからねやっぱいまだにそのねあの今中古市市場上がってで盗難被害ですよねあのランクルとか アルファードとか、あと、レクサスの、あの、なんだ、四駆系のやつですね。めちゃくちゃパクられてるらしいですけどね。うん。だからまあ、情報操作、怖いですね。そう。だからやっぱね、受信力ですよね。久保さんね、受信力 <laughs>。もう、情報はもう、この先、いろいろやっぱ、ね、 めちゃめちゃ出てくるんで、毎秒毎秒。しかもなんすかあの、僕も TikTok ちょっとたまに見るんですけど、TikTok とかやばいんですよね。もう、思考停止になるというか、もう、AI が、一回だから TikTok のアルゴリズムって、全部はわかんないですけども、なんか、動画をこう滞在してこう見ています。で、それがポイントみたいにたまるんですよ、たぶね。あ、この人はこういう関連の、 動画に興味があるんだ,だからこうスワイプしていく中で「あこの人はだ何回スワイプして何回スワイプ中止まった何分見た何秒見たそこに対して興味性があるんだな」っつってそのユーザーの興味がある動画をバン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 出していくんですよねそうするともうね思考停止するというか検索する力もなくなるし <laughs> でこれはまずいぞっつってね今後その 中国にやられるぞっつってね、あの、グーグルがね、これね、中田さんもね、その TikTok と YouTube ショートのなんかの授業やってたんですけど、そう、YouTube ショートであの TikTok をこう、なんだ、潰すというかね、うーんだ、あの、グーグルの方がやっぱ資産力、 あると思ううんですよね影響力っていうのは、うん、だからまああの広告に関しても多分出向するねもうプラットできてますしだから広告を出稿する会社もグ,グーグルの方が多いだろうし、うん、来年からね収益化になって多分 YouTube のショートっていうのがまあそのなんだあの盛り上がってくるし。 いやなんかいろいろな事情がありますね。ただ受信力を高めていかないと、まあ、迷いますよね。はい、言ってらっしゃい。